三つみです。皆さん、この時期がやってきました。 FM 横浜マラソン2020、いよいよ来年2月23日日曜日に開催決定。イエーイ。はい、ここ盛り上がるところ。ない方は何のこっちゃら。これが毎回大人気で、手前味噌かな。まず10キロマラソン。この10キロマラソンは自分の記録を測りたい。自分は10キロをだいたいどれぐらいで走れるのか、それを知りたい方にはおすすめです。あとはファミリーで子供と一緒に走ってみたいな。でもそんなに長い距離は走れないかな。そんな方には3キロのファミリーラン、3キロのファンランがおすすめ。やっぱり 42.195 キロ、リレーマラソン。柴田さんはね、俺のチームって言ってルート847の宣伝しかしてなかったみたいなんですが、私たちいいねも毎回マックスの10出しております。でその都度手作りのこういうね、鉢巻きとかを私が夜鍋して人数分やってるんですけど、これ去年の神奈川 SDGs スマイル大使、これ自分分ですね。でこれも自分分なんですけど、今日一三つみ、とにかく気持ちを上げなきゃというつもりでね、作ってきました。はい、こういう小物もあるし、これはないです、あげられません。現在参加者募集中です。詳しくはco.jp、 つまり FM 横浜のオフィシャルサイト。ハッシュタグは F 横マラソン、 F 横マラソン。お昼12時からはいいね、グッフィーユー、聞いてくださいね。